マッチ棒パズル。正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は9-3=6となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は8-6=2となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は18-9=9となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5=5=7-2となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は5×2=16-6=10 となり、正しい式になりました。第6問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は98-40=58 となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。